では、例えばこのようなフレーズがあるとします。そしてこのようなフィンガリングで演奏されると、まあ弾けていないですよね。そうなんですよ。弾きたいフレーズも弾くことができずに、それによって悪い癖がついてしまう。そしてもしくはギターをやめてしまう人が多いことはご存知ですか？なぜこのようになってしまうかという事実確認と対策改善法を怠ってしまうと全く上達しません。はい、皆さん、こんにちは。ギタリストのサトシです。今日もよろしくお願いいたします。本日はフィンガリングについての解説です。弾きたいフレーズがあるけど、指が届かないから諦めている。これ以上届かないから仕方ないと思って諦めている方って結構多いと思うんですね。今回はそういった声を多くいただきましたので、フィンガリングをぜひ改善していただき、そして怪我なども予防していただき、ギターを楽しんでいただきます。最初に注意点が2つあります。まず1つ目。手の大きい人、指の長い人が独自に生み出す極端なストレッチフレーズには対応しておりません。それはギターのフォーム以前の問題に物理的な問題があるからです。そして2つ目。改善法を知ることもとても重要なんですけども、今現在自分がどのようにやっているか、どのようにやってきてしまっているのかという事実確認をするのもすごく重要です。答えのみを早く知りたいお気持ちもまあわかるんですけども、今後は自分で自分の悪い癖を見つけやすくするためにも焦らず順番に解説をお聞きください。このチャンネルではギターの超初心者、そして中級者の方々に寄り添ったレッスン内容を配信しております。最後までよろしくお願いします。では、フィンガリングの改善をするにあたってフレーズは2つ紹介させていただきます。では、1つ目はこちらですね。ブルースのバッキングでよくあるリフパターンでございます。まずはパワーコード、人差し指、薬指で A を押さえてみましょう。そして5弦の9フレットと書いてある部分は小指で押さえるところでございます。このようなリフパターン、バッキングパターンを小指が届かないからといって、このパワーコードのフォームを崩して人差し指、中指でやる方結構いらっしゃいます。そういう工夫はとても大事でございます。ただ、その前に、僕めちゃめちゃ小指短いんですね。5センチもないくらいです。4センチちょっとしかないです。その僕でも、このロングスケールのギターを使って、しかもネックが太いです。届くんですよ。ということは、フォームなどにも問題があるということを知っておいてください。まずは親指のフォームからいきましょう。僕のフォームはこんな感じです。そしてこれ、ご自身のよく見てください。結構ね、こういう風になってる方いらっしゃいませんか？親指が、第一関節が結構曲がっちゃって、このように押さえている人。特に初心者の方で非常に多いですね。そしてかなり上の方に行ってしまっている。ネックの真ん中がいいと思います。そして、親指を若干ヘッド向きにする。で、そうすると、そもそも小指が、親指のつま先をヘッド寄りにすると小指がグッと持ち上がるようなフィンガリングになるんですね。そうすると小指が6弦や5弦に届きやすくなります。では、こちらから見ると先ほどの間違ったフォームの親指に今なっております。ちょっと皆さんから見えないと思いますけども、こうするとやっぱり僕は弾けないですね。今こんな感じになってるんですけど、結構いらっしゃいますよね、こういう人。これだと僕届かないです。なので、今親指変えました。ヘッド方向向いてますね。こんな感じです。なので、こちらの部分が少しこう持ち上がるようになりますので、小指側の方ですね。手のひらの小指側が少し持ち上がるようになりますので、小指が、まあ、5弦どころか6弦にもように届くようになります。で、このフォームのやり方なんですけども、皆さん手をブラブラしてみてください。手を洗った時に水を、残って水をちょっと弾くようなイメージですね。こんな感じで。で、そうすると、絶対こういう風になるはずなんですね。100%。このようになる人っていうのは力が入ってないとできませんよね。僕も今力入れてるから指が伸びるわけであって、何もやってない脱力、手首だけを持っていくと、絶対このような感じになりますね。そしたら、これをね、このまま持ってくればいいんですね。で、クイッと入れてくれれば。こんな無理にこうやって伸ばそうとしなくても、小指が届くようになります。これ、無理に伸ばそうとしている人なんですけども、だんだんとこうやって脇が開いていきますね。こういう風に伸ばす人います。これだと届かないですよね。小指の短い僕みたいな人間は。こっから急に小指だけピョーンと伸びることはまずないので、で、むしろこうやって離れていってしまってますよね。小指が。なので、脇は締めた方がいいと思います。で、内側に入れる。で、もちろん、これを基本にずっとこのまま一生ギターを弾けっていうわけじゃなくて、小指が届かない時の場合ですね。脇を開くと余計に遠ざかります。小指見ててください。小指とこの脇ですね。で、中に入れます。はい、解決しました。はい、これだけでいいんです。では次にこちらのフレーズでございます。いわゆるペンタトニックスケールを1本の弦に対して3音ずつ弾いていくようなテクニカルなフレーズが多いものですね。このフレーズもなんですけども、やっぱり弾けない人は正しい薬指で先にこういう風に押さえて、脇が開く方向になりますね。そして親指はこういう風になってしまう。で、親指とりあえず直しましょう。これ検証になっちゃいます。先ほどと同じように、大体ですね、人差し指と同じ位置になるように、もしくは人差し指と、今使ってないんですけど、中指の中間ぐらいがいいかなとは思います。手の大きい人だと、親指と中指でこうやってネックを支えるような感じですね。これソロフレーズとかにも限らず、コードでもそうなんですけども、弾けないからって言って、親指をこうやってネック側にグーッと押し付ける人いるんですけど、これ別に何も効果はないです。かなり多くの方が間違ってやってますが、こうやってグッと押し付けて押さえようとしてもあまり効果ないです。ただ手が痛くなるだけです。では親指は改善できましたね。そしたらまた先ほどと同じように脇を締める。多くの方がこういうフレーズ、いきなりこうやって脇を開けながらこうやって弾きますね。僕もちょっとこれは厳しいですね。音が鳴らないですね。なので脇を締めていただいて小指が遠くになる。で、小指の長い人だったらこんなに入れなくてもこれくらいで十分だと思うんですね。このように小指の短い方々はこのようにやってみてください。で、そうすると、あっという間に音が出るようなフィンガリングになります。で、結構こういうところで悩んでる方多かったんですけど、ちょっとした工夫ですね。この脇を締める。こういう、ストレッチを使うようなものとか、小指を開くようなフレーズの時だけ脇を締める。別に普段も別に開いてもいいんですよ。自分の好きなように弾いてもらって。例えばコードストロークとか、パワーコードでバッキング1つ。あえて開くとちょっと疲れますんで、別に開くか開かないか、自然な感じでいいと思います。ただ、肘をこうやって曲げるだけ。こういう風にやると逆に疲れますんで、全然それでいいと思います。で、何かフレーズを弾くときに小指とかが届かないとき、グッと内側に入れる。そうすると小指もグッと中に入って開きやすくなります。で、2個目に紹介させていただいたペンタトニックのストレッチフレーズなんですけども、別にあれはね、早く弾く必要ないです。皆さんが弾きやすいようにやってみてください。で、このようにネックを少し縦気味にすると割とやりやすいです。そして脇もね、こうやって内に入れる癖もつきますので、クラシックスタイルみたいに、ギターを右利きの人だったらギターを右足に乗せないで、逆の左足に乗せてこのように弾くと、割とそういう癖がつきやすくなります。良い癖がつきやすくなります。結構海外のギタリストがライブ中にモニターに足かけてギター乗せてこうやって弾く人、結構いらっしゃると思いますね。あれパフォーマンスも結果的にはなってはいるんですけども、あれは単純に弾きやすくするためでございます。あとですね、このようなフレーズを弾くときに、指が届かないじゃなくて、指が開きにくいという方も結構いらっしゃいます。よく昔はこのように開いて癖をつけさせろとかね、やってましたけども、これじゃあ果たして効果があるのかどうかという話なんですけども、僕は効果あると思います。ギターをやり始めた当初、よくお風呂に入っている時、湯船に浸かりながらこれをやっておりました。で、その時にポイントがあるんですけども、この無理やり開こうとするんじゃなくて、例えば今の僕でしたら反対の手首をこういう風に入れて、手首もしくはこの親指から小指分ですね、の部分を入れて、ちょっと開きます。で、痛くならないように開く。という感じですね。これで思いっきり痛くなってしまったら、本当にここ痛めてしまって、ギターを弾くことができなくなってしまいます。痛くならないように広げる。で、やった後必ず、ボールを掴むような作業をする。そうするとリラックスできます。小指を使うようなフレーズが結構苦手なはずだったんですけども、諦めずに毎日少しずつ長い気持ちで練習した結果が、こんな感じでございます。割とできるようになりましたので、これがいいとか、そんなに良くはないと思いますけども、割とそこそこできるようになりましたので。テクニカルな練習に限らずもカッティングとか、まあ何でもそうなんですけども、やっぱり長い目を見て少しずつやるのが、まあ一番効果的なんじゃないかなと思っております。でもそれをフォームを大事に、そしてリズムを大事にしての前提でございます。はい、ではお疲れ様でございました。今日もありがとうございました。で、またすぐにですね、レッスン動画アップさせていただきます。ぜひチャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。